さあ今週も始まりました団員戦カザネラブリーゼ対シマツリカムイ、さあ中段崩してバーストを吐き出すカウンターから拾えない、さあここからカウンターだがネイタに阻まれるが、さあコンボミスがあったがとりあえず1本、そして画面足カウンターからここは距離を取る、投げを通されて、さあここからがリーゼのターンか、よし 6D から拾い切ってシマツリカムイが1本返す、さあすごい捕まえた、さあイーフ赤い、しかし人形の体力がない、ここは姉ちゃんの体力を回復させてじっくりいきたい、おっと、きっちり決める、よりこ対カザネラブリーゼは、さあシート2硬直をかかられて投げを外す、さあ 3A 出したいが人形に阻まれる、
さあ儀式が完成していった地上に着くが、さあ冷静に処理されて投げを通す。さあ姉ちゃんもやられるが、ここでバースト一つ事故らない。勝ったのは風の色ブリーゼ。さあ、サラベ突進ゼニア。さあ、これ崩れた。投げを通す。カウンター。さあ、亀足固められて削られて。投げを通して。冷静な画面足。ゼニアは自分のやりたいことができない。さあここからは何それかっこいい。さあ始末にカムイリベンジ。カウンターからバースト吐き出して、さあ亀足は避けたい。さあ2本目はアザネラブリーゼが、思う通りの展開で1本返す。さあ妹ごと切り裂かれた。さあカウンターから早めのバースト、体力はほぼ五分。飛び道具で人形の体力を削っていきたいか。ここは拾えない。そこにいた、きっちり分かってる。ギリギリ残る。投げモーション見えて、これは届かない。
さあバースを残しているのはリーゼ、勝ったのはカザネラブリーゼ。めくり中段から殺しきれない、強点当たって、そこめくってむやむやにして一本取ったなと、しおりこ、儀式を見せる。さあ受け身狩りのミケッパー、受け身狩り投げから置き攻めはミケッパに阻まれる。ここでバーストを吐き出した。ピーザツガードの投げを通した。これ分からない、分からない、一本返す。さあ一気にここで亀足まで持っていく。しかし 6D から投げてそれを拒否る。人形警戒しつつそこを投げ、さあ逆に負ける。さあこれで体を入れ替えられた。シートスぶっ放して上を見上げするが人形に阻まれ続ける。前届かない、ここは差し込んでまだ分からない。これは決まったでしょう。勝ったのはカザネラブリーゼ。日本沈没まであと6日。さあカザネラブリーゼ対レンココノハ、さあまたも単一に現れたニューフェイス。さあ要塞を築き上げていくがなかなかダメージを与えられない。やはりダメージを攻めに行かなければ勝てないこのゲーム。駒投げを通して、ここは百分身、
これバースト吐き出した。さあ前を測るが、さあここは分身で画面足を拒否るが、ほぼ残り体力がなくなった。危なげなく勝ったのはカザネラブリーゼ。素敵なひとときを過ごしましょう。さあ、ももくらリーチェ。